割としっかりめにやっつけていきたいと思ってます。なるべく。で、目玉焼きは周りはちょっとカリッとする部分を多めにしたいなと思ってます。毎回うまくいったって言ったらそうじゃないんですけど。今回当てます。はい、どうも楽しい美味しいご飯の時間ですよ。与論山口学校さんの、動画をご覧になっていただいた方、その続きでございます。2杯目でございます。引き続き、ゲスト、なんとタップデカに、出演していただいている西山浩平。どうも西山浩平です。よろしくお願いします。やっほっほー。ありがとうございます。と、気さくな店主。ありがとうございます。これは気さくですね。初めて見ました。ということで、焼きそばは2杯目、ビールは、5本目。もう6本目いきますけれども、ちょっとやっていきたいと思います。こちらはタッタタのチャンネル。はい。タッタタのチャンネルはなんかあるんですよ。NG あるんですよ。NG ないっす。酒が映ったらダメとか。いや、ないっす、ないっす。俺、タバコ吸ってるし。気さくな店主のその粋な計らいでですね、3人同時に食べ始めれるようにいろいろ調整してくださいました。なので、ちょっといただいてみたいと思います。今日は、ね、お向かいさんが大はしゃぎです。タイ料理の大豚肉、これは、今日調整してるんですよ。分厚い時は1枚なんですけど、薄い時は2枚にして3枚にして調整してる。これは1枚無理です。1分でかい人かな。で、ポテトサラダ2枚生焼きでございます。お客様に出してくださったのが、いつもの中谷さんとどういう関係でどういう関係を築き上げてるかちょっとわからないんですが、たったのチャンネルにも出演してくださって、なさって僕がいなくて出演されてる西山さん、この二人がいらっしゃいます。たったた探検隊、はい、たったた探検隊、はい、大変盛り上がってまいりました。絶好調でやってます。楽しいです。途中いろんな海外のお客さんにしてくださったり、あと探検組合です。大丈夫。こんにちは。たったた探検組合始まった時ってさ、はい、もうタップやってた。劇団が始まった時やってないです。でもさ、昨日もタップ行って思ったけどさ、はい、タッ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 って覚えるやん。だからそれでたったた探検隊組合。いや関係ない。名前決めた時になんか電話でやり取りしてて、その名前何にするみたいなので、名前決まったよって言った、今いいけど言った人が噛んだらしいです。本当の名前が何かあったみたいなんですけど、タッタタ探検組合みたいなこと言って、え、な、何みたいな、タッタタみたいなこと言って決定した。へぇー、それ大事ですね。って、なんか青木が言ってました。違ったらごめんなさい。ということで、このまかないいただきます。こっちの方が好きかも。あ、どうした。うまい。でも違い、出ますよ。麺は同じだけど、振り回しが違います。振り回しが違います。色々聞きにくいと扱いに変えた麺を締めてくると思います。こっちの方がうまいと感じるってことは、うんうん、より屋台的な焼きそばの方が好きってことか。あー、なるほど。そうかも。茹で時間長、こっちの方が。いや、茹で時間おかしい。わいよ。
良くない。その後の取り返し。さっきのよりちょっと焦げをつけてみようかみたいな。うん。大盛り上がり、解散して。タイ料理の早いね、解散。六本目いただきます。四本目だぜ。ポンポンポン。西山さんって別にそういう人でもないし、普段からポーポーの方じゃでもね、パリピじゃない。それもやってくれるって言うから。そうそうそう。アンガールね。NG なしの NG なしたるゆえに。俺一発目かな。一発目の方が、あ、だからやっぱりその屋台感よりちょっと離れるというか、このわざわざ来た感だったらそっちの方が嬉しい。あ、俺はこれを食べに来たんだみたいなのが一発目。でも皆さんそんな雲泥の差とかじゃないですか、別に両方うまいですか、味も変わったわけじゃん。雲泥の差やろ。おいおい、そんなやんないって誰がそんなやるんだよ。で、向こうのチャンネルならまだしも、こっちでそんなやる人いないって。そんなそういう感じそんな感じじゃないですけど、じゃあ一応そのだってさ、登録者数がやっぱ違うから。ああ向こうだったらね、いろんな技出してるけど、こっちであんまそれやりできないもん、やんないもん、そんな。すごいね、すごいね。一流の人間って、多少しみじみしないですよ。はい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 、調整しない。今のを体現してくれたわけだからね。見たことないビールばっか飲んでます、ずっと。本当においしいですよ。わけわかんないに3本違うもんで、うまい。これうまいっすね。美味しいっす。八海さんの強い。あ、そうなんや。ライディングうまいな。これどおり飲み始めたら、目焼きソースもいいけど、親子ちゃんで食べるのすごい意味わかんないですけど、ポテサラと焼きそばを一緒に混ぜて食べたりする、一応多いですね。なんか違う食い物の話していい？許可する。誰が許可してんだ。あの吉村屋さんあるじゃん、はい、米ダイブさせて一緒に食うじゃん。ラーメンに米ドーンって入れて、麺とライス、あれはどういうことなの。他の店でやってる人見たことないし、その文化。面白いでしょ。あ、そうですか。他のとこないんすか。え、まず結構やってません。あ、本当に人によると、お店のなんかあれかなと思って。吉村さんのは見たことある。立てはい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 。これたっぷりかけた方がうまいですか。え、たっぷりかけた方がうまいですか。いや、最初ちょっとがいいかもしれないですね。辛い。
まあ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 、ちゃんと覚えておけばな。自分も大体こんな感じで分かるかなというふうに。いいです。長谷さん、います？あ、大丈夫です。まだね、一度もやったことないんですよ、ホワイトペッパー。私、あの手首をちょっとやってました。黒胡椒大好きなんですけど、あれ違うのか。いや、そうしようですね。うん、やっぱそのスリーポイントでね、うん、大好きホワイトペッパー、うん、マジか、なんかやってみましょうか、じゃあ。でも、すげえ変わります。俺、石垣島に行って一番好きだったの、食べ物も美味しいんですけど、ピパーチっていう島胡椒っていうのが、はいはいはい、それが一番好きですね。一番印象的に食べるの。これルースと、まあ、セットで置いてある。ピパーチとか、いろいろ読み方あるわけです。ピパーチの方が俺は聞き覚えあるから。これに、じゃあ、かけましょう、じゃあ。初めてのホワイトペッパー。よいしょ。長さが分かんねえか。これサムネイルにします。みんな止まってくれて、あいあいあい。みんなめちゃめちゃ動画を共有的や。本当素晴らしいですね。結構いいですね。ゴロゴロで出てきて、うまい。ゴロゴロで出てくる。そう、お兄さんと行かれてるところとゴロゴロのところのバランスもすごいいいから。うーん、これ途中からは絶対かけた方がいい。途中から絶対。慣れた人は、まあ、最初から行く人、たまに私も見かけたことありますけど、さすが、さすがだったんだ。俺最初から何やってんだと思って見てたけど、さすがだな。いいんだ、ホワイトペッパー。よくこうまたこのチェイターで、ホワイトペッパー。うーん、あと、あの、さっきちょっと言い忘れましたが、私毎回言ってるのが、紅生姜なんてのは赤ければ赤いほどいいですよ、皆さん。で、ここの紅生姜は赤ければ赤いほどいいです。わかりました。わかったようです。この浅草天才焼きそばニューコエド、紅生姜、真っ赤です。この間、あの、お持ち帰りいただいて、それの時に紅生姜を入れるの忘れちゃった。緊急で買ったんですけど、はい、ピンクしか売ってなくて、うんうんうん、弱かったですね。なんかちょっと違うんだろう。弱でした。ただ焼きそばが強いんでね。ありがとうございます。全部かけしてくれました。天才です。この店主の天才っていうのは、自分が天才っていうのじゃないみたいです。例えばこの焼きそばでいうと、麺を作ってくださった浅草大川さんだとか、いろんな具材のに関わってくださった方々、もちろん食べてるお客さん、それがみんな天才だから、その商品が天才になってるんだよという意味での天才。そういうことなんや。どうも俺が天才ですじゃないみたいな。覚えてくださったんです。ありがとうございます。いやいや、それ もちろんだって家に帰ってね、やっぱハルキューの言葉っていうのは復唱しますからね。どうも文字に起こして。こちらのポスターですね、ご覧になっていただければ分かると思うんですけども、10月の5日から9日、私舞台に立ちます。
学芸大学という駅名ですよ、大学名じゃないですよ、学芸大学という駅で千本桜ホールという劇場でありますんで、ぜひ都内の皆さん、まあ関東の皆さん、行けますかね、行けると思います。広げましょう、はい、広げましょう、でもちろんこのポスターをご覧になってください。これが、でちょっといいですか、尺が、尺をお借りしてですね、え、ちょっと内容とかも言っていい、うん、半生というですね、人生の半生、半生って書く半生と、ごめんなさいっていう反省、反り返るに省くの反省を掛け合わせた反省というのを、この表紙の男が人生40年目、今40歳なんですけれども、ということで、ちょうどその半分ぐらいということで、反省を振り返りつつ、父親とのあった出来事をもとに、芸人のしずるの村上さんが脚本で、演出が元カナリアの足立健太郎さんが演出をするという形になっています、はい、で、あ、カナリアの、そうそうそう、あのカナリアがこんなだったの相方、はい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 、とこの間漫才して、あ、マジですか、演出を今回やってくれて、で、裏面は、こんな感じになっております。で、私個人的には、非常に早々なるメンツというか、例えばその養成所時代の講師がいたりとかみたいな、ちょっと奇跡的にそういう出会いがありましたので、ぜひ私のお芝居見に来ていただければと思います。よろしくお願いします。 10月の5から9、それで声かけられたんじゃなくて偶然、あ、そう、これで声かけられたんじゃなくて偶然です。すごい、偶然です。プロデュースポイントがこういうことがあります、そういう出会いがあるんですか、失礼しました、ということで、ずっと後ろ向きでごめんなさい。動画のこの動画の説明欄にそのリンクですとかそういうところを貼り付けておきます。いいね、中田さんのチャンネルの動画、終了画面とかカードとかいずれかが両方かに貼り付けます。いいね、その動画からたどっていってホームページとか行けば、また情報とか出てくる、大サービスじゃん、いつもこんなのやってくんないの、ということで、あ、だから俺から言ったらやってくんないの、そういうことか、俺から言ったらやってくんない、あー、そういうことでした、わかりました、いやいやいや、ちょうどですよ、ぴったりだ、今日このお店の名刺をバレないようにパクって書いてあります、お願いします、結論を全部取っていただく用で、やった、すごいやつです、全体トップカード、で全部こういうかわいい、これ誰が描いたんですか、天才の知り合い、天才ばっかりいるんだ、これ周りに天才というのを表現した天才、あ、天才誰か、ありがとうございます、ちゃんと出会うんですか、あ、じゃあ持ち帰り分も作り出しちゃいます、あ、お願いします、すいません、さっき紅生姜の下りで吹っ飛んだんですが、私の卓上トッピング1のおすすめが、おろしニンニクとマヨネーズを自分で混ぜたやつ、これが一番おすすめです、ぜひ試してみてください。西さんは、僕のおすすめこれですね、初めて見た、このまずこれをね、初めて、そう、モイオットちゃんっていうなんかめちゃめちゃおすすめ、異国のものです。で、これはこのボトルがなくなるまでが無料トッピングでお貸してます。なるほど。お試し用で。はいはいはい。味が分かんないから、めっちゃ販売しちゃいます。ああ。味が分かんないから、みたいに買ってもらった方がいいんじゃないのとか、お客さんが買って入れてくれました。みんな食べてもらって。あ、そのチャンネルもぜひ見に来てください。酒好き KK さんっていうユーチューバーの方で、しかもあの。食べログとかでもすごい有名な方なんで、酒好き KK さん、ちょっと調べてみてください。酒好き KK さんね、はい、よろしくお願いします。あの方です。やばい。ヨロン山具学校木島春樹の、ライブ配信の時にコメントで見たことあります。だそういう人多いんですよね。そうそうそう。あ、あの人みたいなのあるんで、皆さん気をつけてくださいね。
危険ですから。じゃあこれはもうこれがなくなったらこの卓上のものとしては置いてないの。そうですね、はい、また誰かが入れてくださるまで。ああ、ただそうすると販売が売れないっていう。ああ、そうだね。でも1回買って帰って10日くらいでもう1回来た人がいます、ね。もう全部使っちゃったっつって。溜まったんだ。そうそうそう。持って帰っても美味しさ変わらず、なんかね、別の美味しさがあると思います。そう、それ正しい表現。うん、僕なんかはわざと1時間半ぐらい置いて食べたんですよ。味が馴染んだこの場所で好きで、そしたらそれでもっていうことはしてましたけど、じゃあどうなんだろうとかいろんなの今楽しみたいな。いや、温め直しに関してさ、そばはもう一回焼いた方がいいって言ってたじゃん。全部を木の皿に入れてラップしないでレンチンしたらすげえうまかったんだよ。はいはいはい。まあいろんな水分が飛んだりとかなんかいろんな事情があるかもしれない。その時にそれはハマる。で、まあ皆さんもね、お持ち帰りしてちょっと試してみるのもありかなと。火の器で変わる。まあ多分その時の条件だった。でそれを教えてほしいですね。これがベストだみたいな。これはこれが良かったよ。なんか直火でホイルで炙ったらすげえことになったとか。ありそう。チーズ乗せたらすげえぞとか。いろいろ教えてほしい。これは本当やろうと思ったんだよね。チーズね。でもそれやめましたね。途中までやったんですよ。チーズはもう本当ご自宅でやってください。そうですね。私もあの餃子の時代にやめましたチーズは。そう。流行ってはいるんですけどね。ちょっとやめちゃいました。だから薄味で作ってるからもうじゃんじゃん味変してくださいっていうスタイルは気楽でいいです。あ、なんかこの食べ方で食べてくださいって押し付けられるんですけど、うん、そう言っていただけると嬉しいです。感想がもうピンポイントでいいとこついてくる、うん、あ、ということでちょっと私のお持ち帰りも、始めていただいたみたいなんでこの辺で終わりたいと思います。この後ももうちょっと飲んで食べて終わります。はい、とにかく先ほど後ろ向きだったんですが、私が10月の5日から9日に舞台ありますので、皆さんぜひお越しください。詳細は概要欄コメント欄に頼ってください。で本名じゃなくていいです。あだ名で予約もできるんで、で劇場着いた時はその予約したお名前を言っていただければと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。それではすいません、西山公園さんでした。ありがとうございました。バイバーイ。これぐらいいかないと。今日もとても楽しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。また明日。